で朝、触れたんですけど、被災スポーツさんではこの練習器具ベスコンスイングバットいうね、ベスコンスイングバット、はい、練習器具を出して販売してます、うん、これをちょっと試してみたいんですけど、結構重い、全体的に重い、もっとすごいカチカチ言います、カチカチ言うのよね、うん、これが一番短いんですよね、そうで、これが一番長いです、長さはこの4種類あって、うんうん、重さは 520g、 これが 550g で、こっちが 600g、 これ一緒ですよ、長さが違う、あ、違う、うん、プロはこういうのを使ったりするんですか？やっぱり重たくてこういうバットみたいなのは結構ヘッドスピードとか、うん、速くするのに体ほぐしたりとかはかなりいいと思います、うん、あと短くても重量あるんで、うん、あこれすごい重量、確かに結構重い、そうなんですよ、この短さでこんだけ重量あってっていうのが形状として珍しいんで、うん、そのあんまり広い空間とかじゃなくてもね、うん、触れたりするから、ね、そうだよね、はい、結構長いバット多いですよね、そうですね、これとこれで比べると、あ、うん、だいぶ違う、だから飛距離アップって長いのとか短いのとか全部結局振る練習した方が自分の体っていうのがどんどんたくさん動いてくれるようになるんで、うん、飛距離アップは推奨できますね、これは。これってどこで鳴るのがベストなんですか？トップ、ここで鳴って、あ、ここで鳴るってことですね。1、2、3ね。おお。そうですね。ちょっとプロ振ってみて。これ長いの。重たい。重たいやつ。あれやっぱりちょっと効率悪いのかな。オーバーシング。だから短い方がいい。こうするとあらんだね、そうそうそうだね、で、ちょっとせこいですかね、え、でもいいんですよね、最後はこう、あ、これでこうしてこれでいいんですか、これでいいです、あ、これ正解、でもドラゴンプロさんの場合はどうしてもここまでいってオーバースイングになっちゃうの当たり前なんで、はい、ちょっとぎこちないですけど、でも重量感あっていいですね、ちゃんと振ってる感じがある、へー、それも振ってみます、あ、重たい、結構重たいです、 600g、 おお、でも触れてる、いや、重いわこれ、もう一回ね、おお、うん、この左足の前でこう鳴らすっていうのがいいんですね、そういうことか、やっぱ短いので慣れてから長いのにステップアップしてもいいかもしれないですね、それは確かに、うん、ありかも、ありですね、じゃあちょっと意識して打ってみますか、打ってみましょう、うん、左足前でなってる感じね、うん、色も10色あるので、なんか好みのね色にして楽しく練習してくださいって、ね、うん、面白いですね、うん、2番ユーティリティで打ちたいと思います、ワンオン狙い、もっと左か、もっとだいぶ、あれだいぶ左だね、大丈夫これ、いや、あ、でもトンってポンと音はしましたね、うん、思ったより流されてしまった、え、なんかすごい軽く感じるクラブが、届いちゃう、バンカー大丈夫かな、届くわけないか、いやでもさっきより触れてるんじゃないですかさっきより触れたかも、はい、なんかすごい軽く感じた、うん、飛距離、ああいうの、本当ですか、うん、でもジュンさん触れてましたよ、触れてた、うん、触れてました、なんかシナル系あんま好きじゃないから、なんかいいかも、あの短
短いの重量感ちょうどいいかもしれないですね。あ、うん、うん、そうかも。長いのはやっぱ振れないかな。うん、これ長押しすると飛距離が測れます。ドライバーの飛距離はドン。93ヤードです。渋いです。入り口なんで、ちょっと9番ヤード大きく打ちます。あ、やっぱりやると思った。無理だ、頑張れ。ノープレーとか。9番で打ちます。90上げてる。刻み、刻みました。あ、マジ？何でちょっと何がダフってます。転がそうと思います。おー、キックが、まあ、しょうがないです。おお、惜しい。オッケー、オッケーです。じゃあライン分かりましたか。分かりました。お、これはもう入れてボギーです。キャッ、惜しい。オッケー、ありがとうございます。うわー、うわー、まあゴルフってこういうことなんですよね。つまりはあのアプローチパターが一番大事なんですね、スコアメイクには。もうちょい頑張ります。あ、ボールが、うん、これ振ったからかな。ヒットスピードが上がったんじゃない。上がったかもね。振れてる感じはすごくする。振れてました。ヒットスピードが速いです。おー、完璧。いいボール。でも体も鍛えないとなんか振り回されそう。あのバットで自然と鍛えられるんだ、うん、あ、そっか、体幹が、体幹がね、192、うん、なんかキャリーで球埋まってません、うん、あ、広いいんじゃないですか、取って、うん、あのルールで、ルールはね、うん、完全にキャリーで埋まってるんで、なんで飛んでたかどうかは分かりませんでした。
登っております。まだまだ200以上あるんで5番後です。このアゲンストの中170は飛んでたら嬉しい。距離は170ヤードです。 OKOK ちょうどまだまだ距離があるので3番ウッドで行きます。あ、すごい上がってる。ずっと上げてますね。なんか後半フォローになるんですかね。なりますよね。ね、大体逆ですもんね。そうですよね。美しくなったんです、スイング。おさっきよりなんかやってる感ある。そう、フィニッシュも綺麗になってるんですよ。なんか、なんかね、フィニッシュがピタってなんかちゃんと触れてるよね。女子プロっぽい。ぽいっす。女子プロっぽいです、本当に。嬉しい。このバットか。そう、フィニッシュ。すっごい綺麗、ね、なんか、オーバースイング本当なくなるかも、これ、うん。で、ここだけでブンってできるから、めっちゃいいかも。え、めっちゃ綺麗。うん、めっちゃ綺麗です。これ振っただけなのに。うん、それ、振っただけですよね。だって、やったこと。その音を鳴らす場所が計算されてるんでしょうね、うん、いいスイングになるように。ここで鳴らすんだって、左足の前に。そう、でもなんかこう大根切りみたいな人は鳴らなかったりこっち側で鳴っちゃったりするらしいんで、ここで鳴らすようにして、ここ、おー、綺麗です。え、欲しい。あの短くてあんな重量があって、うん、あと音も鳴るって多分ないですよね、うん、他に練習器具とか聞いたことがないから。確かにすごいです。磁石がいい。あ、そうですね、確かに磁石、うん、音って分かりやすいですね。そう、分かりやすい。今まで気に入ってなったかも。こちらで飛距離は279ヤード。でもそれぐらいだと思います。結構アゲンストで打ち上げなんで、シンクって280弱ぐらい、こんな感じです。結構風と傾斜に左右されてます。でもリアルですね、やっぱり。じゃあ60度でいきます。うわ、最悪、刺さった。大変申し訳ないぐらい掘っちゃいました。92ヤードって言ってたんですけど、大きめでキングジャスト刺さんないように。うわー、刺さった。しかも左51ヤード、掘ってさないんですけど51ヤード AS で打ちます。わかりません。ピンが見えない時、ちょっとでも楽じゃないですか、こうやって。ですよ、そうですよ、さっきのところ。ですよね。そう思った。行かなくていい。そう、行かなくて、まあ、行った方がいいんだろうけど、行かなくていい。アマチュアはそんな多分行かなくてもいいんじゃないですかね。50度で行きます。強気でした。まあ次を頑張りましょう。打ち込んでいく。
ます。もうちょっと左でした。曲がらん。あれ？あれ？ん？え、なんかこっちに曲がった。うんうん、戻った。さあ、します。しかもなんか、あ、オッケーじゃない。あ、やだ。やだ。やばい、今の。私もミスったと思う。ナイス。ネジ捨てた。ナイスです。ありがとうございました。お疲れ様でした。前半お疲れ様でした。前半お疲れ様です。で、バット効果、ジュンさん一番感じてるんじゃないですか。いや、そうか。足が地についてる感じ。ああ。とかもすごいあるかも。あれ振った後。重たいの振ってるからかもしれないですね。軽いのだとどんどん体が上ずっちゃうから。ああ、重たいの振ってると平常心が振るようになる、はい。それはあるのかもね。ビーフカレーです。ビーフカレー、はい、あ、違う、ヒレカツカレーでした。ビーフカレーこっちっす。そんなこっちです。美味しそう。ベストロの時間でございます。はい、いただきます。暑い、食べづらい。うん、美味しい。久しぶりにヒレカツカレー食べました。美味しい。みんななんかそういう感じですね。呼ばれてくるみたいな。こんにちは。こんにちは。松本一成です。ビーフカレーを食べます。お願いします。うん、カレーです。でもそれなんかオリジナルって書いてあったから、多分アコーディオンさんのオリジナルカレーかもしれない。なるほどね。もう美味しい。でも美味しいです。美味しい。ジュンさんちょっと取りましょう。ありがとうございます。ヒレカツプレートでございます。おー、おしゃれ。はい、いただきます。まずはソースのみで。うん、いい音。衣のサクサク、お肉が柔らかくて食べやすいです。100点満点。ありきたりないコメントでした。おいしいです。いいよね。うん、なんか全部乗ってて可愛い。しかもお味噌汁もついてるって。うん、うん、